ご当地さん動画の方ありがとうございます今回ね株を始めたきっかけの動画を拝見しましたまあこれに答える形で私はね FX を始めたきっかけをちょっとお話ししようかと思いますまあきっかけはたった一つそして FX をやる理由は三つほど以前からずっと思っていたんですよねまず FX を始めたきっかけは非常に簡単で与ザーツさんが FX で一山当てたからなんですよね で、それまでもずっと FX をやっていこうと思ってたんですけども私の中でねビジネスを攻略してからそれから投資の世界だと思ってたんですよねそれは金持ち党さん、貧乏党さんでもあるようにまずは労働者から始まるそしてスモールビジネスをやってビッグビジネスに移ってそれから最後にインベスター投資家だということでこの理論を私は壊さないようにしていたんですよね まあ、いわゆる、教科書に真面目にやってきたわけなんですよ。その辺はね、私もね、大学受験とかサラリーマンをやってる脳が未だに息づいてるんですけどね。ということで、投資の世界に入るには、まあ少なくとも1000万の余剰資金を作れるぐらいのビジネスセンスが必要なんではないかなと思ったんで、1000万の余剰資金ができたら、投資の世界に入ろうと思ってました。ここをちょっとね、分析すると、10万円の余剰資金で投資の世界に入ってくる人がいるんですよ。それは全然 OK なんですけども、ただね、 10万円しか余剰資金が作れなかった人がたくさんいて、1000万の余剰資金が作れる人はそんなに多くないですよね。じゃあどっちの人の方がビジネスセンスとかお金のセンスがあるかっていうことを考えると、1000万の人と10万円の人とね、戦って1000万の人が勝つ確率が高いんじゃないかなと思ってるんですよ。まあですんで、元金を必ず作れるぐらいのセンスがいるなと思ったんですよね。で、ヨザツムスさんも最初は、 あのビジネスでお金作ってで数千万ぐらいにしてそれから、FX、の方に本格参入してるわけなんですよね。だからやっぱりね投資の世界に入ろうと思ったらその資金がなくなる可能性がありますから余剰資金を作れるっていうのは大事だと思いますまあですんできっかけは与沢ツさんだったんですけどもおやっぱり根底にはねビジネスがマスターできているお金についてきちんと扱えるってことが、まあ、裏付けになるかなと思いました まあ、きっかけとしてはあ、繰り返しますけども、与田つばさんが始めたっていうところで、じゃあこのぐらいの時期に自分もやってみようかなと思ってね、動機づけになったということなんですね。ちなみにね、私のお FX の、まあ、お伝えの仕方なんですけども、確かに10万円の余剰資金でもできるんですけども、資金の量に合わせてロットを調整することになります。例えば今私が、うんと FX のね、口座に、毎月毎月100万円付きの頭に入れることにしてるんですよ。そうするとですね、 1%, 1をエントリーに使うとい、大体1万円使うことができます。これがだからね、ロット1でのエントリーってことになるんですけども、10万円しかなかったらどうなるかってことなんですが、これね、ロットがね、あの1回のエントリーにつき0.1とかになっちゃうんですよ。まあ、もっと言ったら0.01とかね、そういうふうな少額トレードになると思います。最初はそれでいいんですよ。でもね、やっぱりね、うん、0.01トレードだと、なかなかね、進捗が遅いなと感じてます。 ダメージが少ないかからですかね私の場合も0.01から始めたんですけども1年以内にどうこうなろうっていう目標があったんで、えー、やっぱりね0.01でもそれなりにね真剣にやったと思うんですよそれがだからビジネスのセンスがそのまま投資の世界に向きたのかなと思っております、うん、それからね FX について可能性を見出した理由っていうのは3つぐらいあるって冒頭に言いましたけども1つはねこれあの在庫コストがかかんないんですよね 在庫コストがかからずに集客をしなくてもいいし、それから販売もしなくていいんですよ。要するにね、ビジネスほど手間がかかんないんですよ。だからいいなと思ってましたね。うん。在庫もね、持たなくていいですしね。いいなと思いましたね。それからね、テクニカル理論っていうのが2点目ですよ。テクニカル理論ってのはもうできてるじゃないですか。ていうからテクニカル理論をきちんと覚えれば、これ勝てるなとと。勝てる確率は高いなと思ってたんですよ。で、少なくとも勝てる確率が5対5じゃなくて、 超反爆地じゃなくて、6対4以上だったら、勝ち越すことができるなと思ったんで、テクニカル理論を丸番記しようと思ったんですよ。多分それで FX の勉強終わりですね。だってほとんどの人、そうは言っても、覚えないでしょ。結局は。私ね、あの、ずっとやってて思うんですけども、FX の世界に入ってきて、一生懸命それなりに勉強してるんでしょうけども、テクニカル理論をきっちり覚えてエントリーしてる人っていないんですよ。そんなにたくさん覚えることないんですけどね。この辺も、 大学受験の時に暗記するってことに慣れていたのが有利に働いたかなっていうのと暗記する工夫をねあの予備校で教わったってところも大きかったと思いますで3つ目はね一人で稼ぐっていうテーマですよ即下塾の一人で稼ぐみんなで稼ぐんだったら会社員でいいんですけどもそうするといろいろとね摩擦が起きたりとか不自由があったりとか自分に向かないこともやらなきゃいけないでしょ私の場合は好きな時間にお金作りをして そしてお金を使う時も自分の自由な時間でというふうに考えてるんですよね。やっぱお勤めになってると少なくとも時間はお渡ししなければなりませんし私のサラリーマン時代は休日出勤っていうのもあったわけですよ。例えばね明日会議があるんで休日だけど出てきてくれないっていう形ですよね。もちろん断ることはできますけども断れば他の人と差を開けられちゃうじゃないですか。だからまあ出ますよね。 そういうのがちょっと不自由だなと思ってたのと,と、ね、私のサラリーマン時代っていうのは連休が取りにくかったんですよね。特に土日の連休。土日の連休が取れなくって、なんとなく土日にね、強い憧れだ,だったんですよ。そういう不自由さから私は将来は一人で稼ぐをなんとか形にしたいなと思ってたんですよね。まあそんなところですかね。はい。いかがだったでしょうか。はい。じゃあ以上でございます。